は韓国での購入品をご紹介していきたいと思います。さらっと1枚で着れる白いワンピースが欲しくて今回購入しました。ウエスト部分はこんな感じで絞るタイプになってます。そして次は私がよく行くお店での購入品です。シャツはこんな感じで光沢のあるちょっとツヤっとした感じのシャツになります。よく質問をいただくんですけど、ここのお店はホンデのスタイルランドの近くにあるオートというお店です。最近シルバーのアクセサリーにハマっていて、シルバーのピアスとシルバーのネックレスも購入しました。そして次は今韓国で流行りの形のトップスも購入してみました。最近韓国のインスタグラマーさんたちが着てるのをよく見ます。首元も詰まってなくて背中部分も開いてて形は綺麗なトップスです。帽子も一緒に合わせて韓国っぽくしてみました。次は普段パンツばっかり履くので本当に久しぶりにスカートを購入しました。 T シャツもスカートもかなり安かったです。韓国っぽく上下同系色で合わせてみました。そしてバッグはこの前 Vlog でご紹介したトートバッグです。こんな感じで絞るタイプになってて形が本当めっちゃ可愛いです。次はスラックスと丈の短い T シャツを合わせてみました。色が可愛くて衝動買いした T シャツです。 T シャツにスラックスってのが楽すぎてこんな感じで普段着ることが多いです。そしてもう一つ韓国で最近よく見かけるトップスを購入してみました。こんな感じでめっちゃ質感が可愛いです。そして私がよく行くグローブストアというお店の黄色のパンツと合わせてみました。グローブストアのパンツは形も綺麗で履きやすいので本当におすすめです。今日はこんな感じで韓国での購入品をご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。